伊勢神宮の通りですね。この先にはあの赤福とか、ちょっと今赤福のイメージが良くないっていうですか。ここはこの赤福は本店じゃなくて、もうちょっと先に赤福の本店が。伊勢うどんが基本的にはまあお土産になるかなと思いますけど、猫が来ました。赤福は今ちょっとね、賞味期限が狭いので、難しいかもしれません。持ち帰り、今日帰るのですけど、あと伊勢茶っていうのですね。伊勢茶、伊勢茶、あと松坂牛、松坂に近いんで松坂牛の串が、牛串、それからライスバーガーとかね。クリーム大福とかいろいろ。この先まで行くと、いわゆる、まあ一番メインの中見せがあります。でもこの辺からは近代的な建物がちょっと禁止されていて、要するに伊勢神宮に近いっていうか、昔ながらの通りにしなさいっていうのがあるので、銀行とかも郵便局とかもこういうですねになってます。一目でなんか、あ、銀行行こうかなとかあるはずなんだけど、どこだろうみたいな。実はファミリーマートもあるんですけど、ファミリーマートかなと思うような感じになってます。くずアイス、くずアイス、くずを作った150。で、おかげ、この先がおかげ横丁ですね。ちょっと今日そこまでは行けないんですけど、ファミリーマートをちょっとポッとして降りてきます。え、ファミリーマートこうだみたいな感じになると思うんですか。はい、お店構え、わからないファミリーマートになってます。一応ファミマ、気づかないでしょ。